はい、ミサとオーストリッチファームのコニタンです。4月の12日に発生予定のヒナがいるんですけど、そちらの方の様子まだ12日にはなってないんですけど、見ていきたいと思います。はい、ということで見ていきましょう。はい、こちら3月1日入卵、そして4月の12日に発生ということで、あら、もうともちゃんが中に入れた卵のシックスパック表をね、書いてくれておりますが、こちらの方ちょっと確認していきましょう。もしかしたら気の早い子がもうすでに殻を割っているかもしれない。ちょっとね、室内灯をつけさせてもらって、はい、今回4月の12日に発生する予定の卵は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで、はい、どうなんでしょうか。はい、まだ割れている様子はないですね。皮質の面を上に向けてあげるという感じですかね。まだ割れている様子はございません。はい、いないっすね。ちょっと中を透けさせて見てみましょうか。はい、電気を消しました。で、使っていくのがこれなんですけど、このちょっと強力なライト、これをちょっと使ってヒナが中にいるかどうかちょっと見てみましょうね。ワンちゃん中の様子が分かったりするかも。どうなの？なんかダメっぽくない？お、これは綺麗に分かれてるね。あと2日で生まれるのかな。はい、お、これはバッチリ中にいそうですね。っていうか動いてる。これはバッチリ中にいそう。ちょっとやりにくいね。うん、これは無精卵っぽいよね。これは無精卵なの？うん、怪しいな。無精卵っぽいな。はい、うん、無精卵。お、これは、あ、動いてるの分かります？あ、すごいすごい。この子は生まれそうじゃない？今動いたの分かりました？黒い影が、ほらほらほら、動いてる動いてる。この子は生まれる。いいね。これはきっと無精卵。これはいる。で、この子はもう生まれる。ちゃんと中に動いてます。さてさて、違う？どうなんだ？いるけ、いい、怪しいな。あ、無精卵。無精卵？うん、無精卵っぽい。はい、4月の12日僕の予想だと、しっかり生まれる子は、そうだね、1、2、3、4、5、6、7、8、10分の2ってところ。
はい、ということで3月の1日入団の4月12日の発生、現在入っている卵は6つプラス4の10個で、見た感じ予想だとここの横が中にいてもう動いてたので生まれるであろう、ここも怪しいで、ここの方はこれはもう無精卵だった。そうね、10分の2は確実に生まれるだろうという感じですね。はい、では4月の12日をお楽しみに、まあ、結果発表というかコニタンのね予想は当たるのかどうかお楽しみに。